どうもこんにちは小川ですここ数年監督選びに苦労しているガンバ大阪に新たにポヤトス監督の就任が決定しましたのでこれからのことポヤトス監督とガンバの相性そしてクラブやサポーターに僕が願っていることを考えて話してみようと思います。正直ポヤトス監督が指揮ししていた徳島の試合をしっかり 感染したことはないのですが、聞くところによるとポヤトス監督のサッカーは守備的ポジション戦術だそうです。2022年の徳島の成績を見てみると、42試合で13勝23分け6敗、勝ち点62の8位です。J2 の一般的優勝ラインは勝ち点87試合数かける2プラス3ですね。 昇格ラインは80前後ですから勝ち点は少し物足りない感じです引き分け23はすごく多く感じます昨季の J2 で最多です6敗というのもとても少ない印象ですね昨機 J2 最少です負けないけれど勝ちきれず勝ち点が積み上がらなかったという印象です得点は48失点は35です失点の少なさは J2 最少タイですシステムは4141が中心のようです 作戦の浸透には時間がかかるそうですがポヤトス監督の戦術が完成した時はとても強くなるそうですガンバとすると多少苦労我慢の時期があっても高い目標に向けてトライするということになりますそれは悪くないいいことだと思いますポヤトス監督の採用はクラブがこれだけの状態になってもなお少なくともガンバはポゼッションサッカーを志向するんだ上位に進出するんだという意思を持っているその表れと言える と思いますプヤトス監督の戦術が完成した時のことを想像するとワクワクします同時にうまくいかないのではというリスクが怖いとも思いますまあ、でもそれは仕方がないと思いますなぜなら結局クラブ運営に限らず世の中何事もですがトライアンドエラーの繰り返しで前に進んでいくしかないからです 近年の J リーグではロドリゲス監督やロティーナ監督など主にスペイン人の外国人で戦術家の監督を一度は採用するチームが多くなっています当然うまくいくチームもあればいかないチームもあるのですが一度やってみないとフロントもそのいいところや悪いところがわからないと思います ただ以前から述べているようにガンバは選手スタッフの入れ替え新陳代謝が J1 のチームではかなり遅いのでこの,タイミングこのタイミングで他のチームに大きく遅れを取って初めて外国人の戦術家監督を採用する安直に言うと試してみるということだと思います。このオフ すでにいくつか選手編成に関するリリースもありますができるだけポヤトス監督が執行する守備的ポゼッションサッカーに合う選手をこのオフ多く獲得してしてほいいなと思いますガンバは J1 で実績のある選手からすると移籍対象として魅力のないチームですが今現在下位リーグにいて J1 への個人昇格を目指している選手や J1 での出場機会を求めている選手には最も手軽な クラブとも言えます松田監督の続投なら大きな選手変更はなくてよかったと思いますが戦術の異なる監督を採用することにした以上大胆なチーム改革が必要だと思いますし2023年は最低でも J1 残留そして今後強い頑張りになるきっかけとなるシーズンにしてほしいです。その上ででここで僕がが話ししてもも仕方ないかもしれませんが ガンバのフロントそしてサポーターに経営面でお願いしたいことがありますまずはフロントに対してファンサポーターに対する情報開示のあり方を見直してほしいということです具体的にはサポーターミーティングまではいかなくてもそれに準ずるクラブの方針の説明やファンサポーターから多く寄せられる質問への回答をする機会を作ってほしいということです サポーターミーティングは2018年頃まで行われていましたが2019年頃から特に説明もなくなくなり今に至っています確かにサポーターミーティングではサポーターからのやじ、まあ、に近いような質問をサッカーのことをほとんど分かっていないパナソニックから出向できている社長がしどろもどろで答えるというあまり有意義とは感じられない光景も見られました特に あのクラブ側からするとそのあまり有意義ではない時間に多くの準備や手間を費やさないといけないというのは大きな負担だったとは思いますでも全くくしないといとうのはよくありませんクラブは低迷が続く中でもポゼッションサッカー上位進出に挑戦し続けることを今回の監督人事でいわば宣言しましたその意思決定プロセスがどういったものか説明してほしいのです 周りから見ているとここ5年ほどのガンバは特に反省や修正がなく同じような過ちをし同じような状況が続いていると感じていますガンバのフロントが考えていること向かおうと思っている方向がわからないから応援することに及び腰になるというサポーターを減らしてほしいと思いますそしてもう一つが選手の怪我離脱情報の開示です怪我人の情報は監督の采配や試合内容を評価するときに必要な情報です それがないため片野坂監督時代にまだまだ成長途上にあり実践投入には少燥な感じがある中村選手坂本選手や南野選手がなぜ実績のある選手に,実績のある選手に代わってスタメンなのかまたなぜ藤原選手がセンターバックで起用されているのかなどについて前提条件がわからないのでサポーター同士で議論評価ができなくなってしまいました。 また単純に選手の個人サポーターのような方たちにとっても好きな選手の怪我やコンディションの状況は心配な話でありスタジアムに行くかどうかチケットを買うかどうかに関わる重要な情報ですコロナのこともあり選手の状態を不安に思うサポーターの方もいると思いますけが情報の開示も2018年 かからら年頃から特に説明がなくなくなってししままいました他のチームに出場選手の情報を与えないためという説もありますがプロスポーツ興業である以上そこはチケットを買うサポーターにまず配慮すべきだと思います。これら2つの廃止であのサポーターの間で大げさに言うと混乱や分断が起きていると感じています。 2011年以降クラブはサポーターに忖度するふりをしながら同時にクラブに口出しや迷惑行為をするサポーターを疎ましく思っているのではないかと思いますクラブ側としては口を出さずにお金を残すサポーターだけに残ってほしい増えてほしいという考えは経営の目線からはよくわかりますまた迷惑行為をするサポーターは排除されるべきだと思いますしかしサポーターの口出しつまり意見を言うことは有意義です サポーターは試合の応援だけではなくいわば一般企業の監査役のようにチームに問題点があればそれを意見しチームの競争力強化に貢献していると思います他のクラブではこれは当たり前のことです競争力強化のために利用できるはずのサポーター監査役ですねを排除することは当然チームの競争力低下、えー、結果として J2 降格さらに え競争力低下というふうのスパイラルに繋がっていきますですから選手情報の開示と監査会にあたるサポーターミーティングも負担になるのはわかりますがフロントにはできる範囲でいいので行ってほしいですそしてここからがサポーターに対してのお願いですが意見を言うならサポーターもある程度考えて意見するべきです 感情的なやじや愚痴は意見ではありません。チームの事情、課題、問題点、解決策など、難しく、一つの正解があるものでもないというのは、あの、分かってはいますが、あの、それでも真剣に考えて、議論し、意見すべきです。時に分断を生むかもしれませんが、一生懸命頑張りについて考えることも、きっとクラブの力になると信じています。ところが、 今は先ほども述べたとおりクラブからの情報が少なくてサポーターが意見を考えることすらできないのです。クラブ側から歩み寄り情報の開示を行ってプロサッカーチームとして適切なクラブとサポーターの距離感になってくれることを願っています。ちなみにもちろん難しいことを考えずにただただあの純粋にサッカーを楽しみたいというのは全然観戦スタイルとして OK だと思います。 話していながら自分のような古いサポーターはガンバ大阪のマーケティング方針において注力すべきそうと思われていないのかなというふうに感じてちょっと悲しくなりましたネガティブすぎるかもしれませんそれでも自分はスタンドで元気に声を出したり飛び跳びはねたりなかなかできない時もありますがガンバの力になりたいと思っているので話しました今回もご視聴いただきありがとうございました